30件もの事案が出てきて、大変申し訳なく思っております。今日も子どもたちの声が響くこの保育園で、虐待や不適切な保育は起きていました。事態が発覚したのは去年12月、匿名の情報提供で佐那河内保育所の保育士が園児にこぼれた牛乳を飲ませるなどしていたことが分かりました。これを受け佐那河内村は弁護士など第三者による調査を実施、昨日その報告書の内容が公表されました。報告書によると、保育士が園児に吐き出した食べ物を無理やり食べさせたり、叱る際に背中や尻を叩いたりしていました。さらには抹茶プリンを嫌がる園児の口を手のひらで押さえつけるなど、虐待にあたる行為が15件も判明したのです。また絵本を読んでほしいという園児にはうるさいなどと言ったり、園児の食事を減らしたりするなど、虐待や不適切な保育は合わせて30件、関わった保育士は5人いるということです。報告書では保育士の倫理観の欠如や減った職員の数を増やさなかったなど、所長の職責が果たされなかったという指摘がありました。労働環境、そうやね、人員の絡みでちょっとストレスはだいぶ抱えとったと私も言われたらそうやなと思います。村で唯一の保育所で起きた問題に村長は、非常に深刻に受け止めます。信頼して預けていただけいただいている保護者の皆さんに本当に申し訳なかったなと。保護者からは不安の声が聞かれました。不安にはあるんですけど、先生がいなくなったら子供も預けれないので、保育所が機能しないのは困るんですよ。村は昨日保護者会で謝罪していて、保育士の処分や再発防止策の検討を進めるとしています。はい、今回の調査によって園児への虐待、そして不適切な保育30件確認されたということなんですが、 VTR 以外にもあった事案について見ていきます。こちら、はい、吐き出した食べ物を無理やり食べさせる、背中などを手のひらで叩く、感染症の症状を示している児童とキスをさせたりして感染症に罹患させようとするなどしました。一定の期間を経て、調査して、こういうことが出てきたということではあるんですが、なぜこういった事案が起きたのか、そしてなぜ誰も止めることができなかったのか見ていきます。はい、関わった保育士からは、力のある先輩保育士が虐待してもそれが間違っているか分からなかったという声があったということです。はい、ですからこれ、おかしいことをおかしいって言えるような環境じゃなかった。今回発表されたこの調査報告書の中で、虐待などが行われていた背景としてこのような記述もありました。それがこちらです。保育士不足ということですね。保育所の所長は、保育士は労働環境の問題でストレスが溜まっていた。で、調査員、人員不足で厳しい状態、ストレスの影響はあると思うという、この点については神崎さん、どうでしょうか。そうですね、やはり人口がそれほど多くない地域の保育所ですし、なかなか保育士さん自体が集まりにくいという環境はあったと思うんですね。はい、で、今回この保育士不足のストレスが原因で、こういったことが起きてたとして、例えばこの保育士5人に対して何らかの処分をしたとしても、はい、じゃあ次の保育士さんがその地域で見つかるのかどうかですよね。そこら辺含めてですね、やっぱりこうどうやって保育士の適正な保育士の人材を確保していくのかというのは、喫緊の課題になると思いますね。そうですね、そういった問題はあるんですけれども、本当に発育にとっては大事なこれ時期 で園児の方、そして、保護者も含めて心のケア、これはもう最優先で取り組んでほしいというふうに思います。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。